ってるとほら一回引き取って男の方が聞き入って、この事件は当初現場に駆けつけた秋田県の見え見えね。ナナちゃん葉っぱは食べてる？葉っぱはね、カンちゃんのバイト。主人より1日だけでもなく生きれればいいなって、そしたら彼に恩返しできるなって、まだよって。おどど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 、はい、広田さんはしつけに厳しいながら子供を待ちたい。そう、実はナナちゃん鶏肉って結構食べてるね。彼女葉っぱばかり、ブロッコリーばっかり。肉って肉。